どうもこんにちは、Tです。今回は極限に関する問題見ていこうと思うんですけど、極限を求める関数の中に積分したものが入ってます。ということでまず積分をしていくんですけど、ちょっと先にメタ的な話をしておこうと思います。ここにログ x というのがあるんですけど、今回 x を無限大に飛ばしているのでログ x の値は無限に発散します。ただこの手の問題で極限値が無限大になるケースっていうのは結構少ないので、おそらくこちらの fx というものでうまい具合にログ x と相殺して消えるとか、簡単に比較することができるはずだという予想が立ちます。もちろんそれは予想ですから必ずしも正しいというわけではないんですが、多分こうなるんじゃないかっていう予想を持った上で計算をしていくと、計算がスムーズになったり間違いに気づきやすくなったりするので、余裕のある人は実際に問題を解く前に簡単な予想を立てるようにしてください。ということで話がそれたんですけど、実際にこちらの積分を考えていきます。でこの形を見た時に何を思うかって話なんですけど、分母が2次なら平方完成してタンジェントの置き換えかなとか、そういう発想もあるかもしれませんが、わざわざ因数分解してあるわけですから、この式はこのような形で部分分数分解するんだという発想になる方が自然だと思います。ということでこの式を通分して整理すると、分子の値は a+bt+3a+b という形になりますから、元の式の分子と係数を比較してこのような連立方程式が作れます。この式を解けば a の値が -1/2、 b の値が2/3ということが分かりますから、この式を部分分数分解すれば2/t+1/+t+3/3という形になります。この形になれば簡単で、ラージ fx はこのようになって、この2つの項は積分するとそれぞれログになりますから、このような形で書けます。そして x と0を代入するとこのようになって、前半後半それぞれまとめるとこのように書けます。でその気になればさらにこの式をまとめることもできるんですが、今回やりたいのはあくまでこの関数の極限を考えたいわけですから、定数項は分けておいた方が考えやすいと思います。で実際にラージ fx からログ x を引いたものの極限を考えてみると、ログ x というのはこのように書けますから、この部分を合わせてあげればこのような形で書けます。つまりログの中に全ての x がまとまったので、この中身について極限を考えればいいわけですが、分母の中で次数が最大の項は x の3乗、分子の最大次数の項も x の3乗になりますから、ログの中身としては x を無限大にすると1に近づくことになりますから、ログ1の値は0になるということで、定数項だけ残ることになって求めたい値は -2/3log3 になります。以上で終了です。大丈夫だったでしょうか。そう難しい問題ではなかったと思います。積分をするときに部分分数分解をするというのはよくあることなので、この方法論はしっかりと把握をしておいてください。ということで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能の限り対応しようと思います。それとこの問題や解説スライドは Discord に置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。そして最後にこの動画役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。